え、そう、RDA？ これ。ちょっと早い早い早い。早い、世界最速。嘘でしょ、こんなことあんの。なった、オッケー。よいしょ。んーしろ。え、白。足目ね。白だけ。変か。指定電話ね、すぐ向かわないと。もうね。ルート上にいないと死にやすいんでね。白黄色。ぜひね、コメントで、ぜひ盛り上げてください。配信も動画も。白黄。まずミュート解除で、今回だけミュート解除でお願いします。はい、以上です。はい、ですね、慎太郎さんが、メドベイで亡くなってるの見たんですが、私ですね、セキュリティでカメラ見てまして、その前に高田さんと慎太郎さんがメドベイに入ってくるの見てるんですが、はい、あら、おお、やっちゃいます？高田さん、俺、高田さんいいですか？はい、俺メドベイ入ってない、そもそも。あら、俺カフェ、多分どこまでか誰かと一緒だったと思うけど、カフェまで行ってその後ストレージに抜けてるから、うん、のこの高田さんの、え、ちょっと待って、俺まず O2 側から多分ウェポンで誰かとカフェに一緒に入ってると思うんだけど、3人いたと思うんだけど、俺が多分下に抜けていってんの多分誰かが見てると思うんだけど、カフェテリア行ったのは見てましたけど、その後わかんないですね。リンさん、あれじゃない、はい、ストレージ上行ったからすれ違ってるはずじゃないと思うんですけど、いかがですか？誰とも会ってないですね。私、カフェテリアの右上のダウンロードかな、あれはやって終わりました。エレクトリカルからストレージの方に向かいましたよね。はい、行きました、行きました。で、センターさんとあと、もう一方ちょっとどんなとこ忘れましたけど、3人ぐらいエレクトリカル行きましたね。ちなみに配電盤のエレクトリカル直したのは、配電盤のエレクトリカル直したのは、ゲンですよ。先ほどです、高田さんがストレージの方に行ったんだったら、モリアーティさんがストレージからアドミンの方に来てるんで、見てるんじゃないですか？見てないですよね。ところが、モリアーティさん、モリアーティさん見た。だから、マスターの通だったから、まあ、誰が通ったか分かんない。青い人と、白い人は見た。カメラついても、じゃあ全員見たのかっていう話なんだ。カメラついてるのは確認してます。はい、アドミンに入った時に見ます。ゲームオーバー。サントさんが、リアクター方面からカメラついてるのを見てると思います。はい。クローカーもアドミンに入るときにカメラがついてるのを見てます。え、ちなみにメッドベイ入ったのは高田さんと慎太郎さんだけだったっけ？みたいですね。竹尾さん視点ではそうだ。カメラ見たときは、はい。エレクトリカルベントもないで。あ、これ出。すんばらしい、すんばらしい駆け出し。完全論破でこういう時に使うんだろうな。白、青、白、茶色、白、青、茶色、すべてが連携したね、見事に。早い。どうしたんだ。あの押した直後はもうちょっと静かめにちょっとしましょう。あの、いや、違う違う、あの、ラグで、ラグが起きるんで。はい。声入ってました。ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、大丈夫ですけど、一応先に言っておいただけです。今後っすよね。うん。はい、わかりました。まあ、あの、キルクルタイム的な意味で押しといた方がいいと思ったんで、はい。お、さすがです。はい。自分はちなみに、あの、今やってたのがアドミンの、ダウンロードかな。まあ、あの、10分時間かかるやつだったんで、ちょっとあの、リアクターにはいけなかったんで。攻めてもと思って押しました。はい。アベージ見てました。レア系を考える時間にします。それとももうやめときます。はい、全員のアリバイとか、例えばメッドベイでの犯行ならベントとかも一応
あり得るんですけど、エレクトリカルからの弁当は先端高菜さんありが多分ないことを証明できます。ゲンが今思ったのは、センターさんが自らそうやって射程圏に入る感じが極めて白く見えました、はい、っていうか、前の投票って高田健志氏も自分自身入れてませんでした。10票入ってたような記憶があるんですけど、いっぱい入ってました、うん、じゃあ高田健志で確定でいいと思います。センターさん以外だから9票かな多分、うん、自分入れ、全員入れてたと思うからいいか。はい、わあ、そんな早い段階でなんか身内切りとかもなさそうですもんね。まあ多分身内切り殺さざるせざるを得ない。身内切りの概念あんまりないと思うよこれ。正直、まあするとしても後半ですよね。そうね、後半。じゃあ誰か一人釣っとけば。ついでに冤罪で釣れたとしても冤罪ですからね、その苦労多分。じゃあ適当に入れとくか。やば。この一票が誰かを傷つけるんだ。無理な話をくれな。面白いと思ってる。あ、さかなさん傷つけた、モリアーティさん。ああ、いけないんだ。いけないんだ。ギスギスしそう。いけないんだ。どうかはまだわかんないよね、それはね。黒川黒川ぶっ殺す。なんでだよ。よいしょ、ゲンタケを白茶、白茶オレンジ、白茶オレンジ。全部閉められた。これは高田さんのアシストな気がする。名探偵の僕の推理によると、白紫オレンジ、さあ、まあ生き残りムーブやるか今日は。誰を誰か。ごめんなさい。あ、いいですか。クロムさんが死んでる。アベレージさん。クロムさんは死んでる。はい、アベレージです。カメラ見てて、ナビゲーションで、さかなさんが、早い。さかなさんがナビゲーションで、クロムさんを殺してました。で、カメラ見てたのがバレたんで、僕、カフェテリア報告行こうとしたら、さかなさんがガン待ちされてて、叫びながら逃げました。以上です。じゃあ、合ってたな。確かに。確かに。すげえ、名探偵モリアティ。2連続カメラ。臭いと思ってたんだよな。え、そうか、RDA? これ。ちょっと早い早い早い。いや、世界最速。嘘でしょ、こんなことあんの。弁明弁明、俺の弁明は自己投票一人やないかい。やったー、良すぎません。いやいやいや、ごめんごめん。カメラあるのご存知お二人とも。2連続カメラある。いや、おい、こっちは追い込まれとんねん。てか俺もセキュリティで殺せばよかったな、申し訳ない。セキュリティ最初ってセキュリティで頑張ってしよう。あ、怖い。それもまあありやん。うん、うん、カメラ強いですからね。殺したろ。やかったな。カメラ抜けてたわ。早かったなぁ。いやアホや俺。マジで怖かった。世界最速なんじゃないかこれ。確かにめちゃ早かった。見ましたっていうのが。でもあれですね、アベレージさんが起点を聞かしたのはすごく良かったです。よかったです。あ、いや俺やべ、死体が。ああ、そうですね。多分僕会議で待ってようかなと思ったんですけど、うん、まあ死体報告の方が早いと思ったんで。そう、早い。すごい。だからいい判断。あ、俺もやべ。間に合わねえ、追いつかねえと。アベリーさんまでヒルされてたらね、続きますもんね、さっき。そうですね、危なかった。確かに。いやー、怖かった。めっちゃ叫びました、ね。ちょっとお茶取ってきます。はい。はい。この村強すぎて、村陣営なのに震えてましたね。秒で終わる。確かに。いや、でも僕も本当初心者なんで、マジで、あれですよ、なんだっけ、初心者の、強いやつ、パチンコとかの。ビギナーズラック、それです。昨日も聞いてた気がする。まあ、それなんでちょっとお手柔らかにお願いします。でもなんか今回噛み合ったね、システムが。
セキュリティのカメラのシステムがもう間髪やばっちゃった。確かに。お二方どっちもあのカメラでやられてましたしね。そうです。いやーマジ忘れてたわカメラのこと何も考えずに慎太郎目の前にいたから。マジ忘れてた。いや僕カメラあるって分かったんで安心して殺されました。やっとだ。すっかり忘れてた。カメラ赤くなってると誰かに見られてるってことですよね。そうでしかもあの右側の方は特になんか遠いからカメラが遠いけどしっかり映ってるみたいな感じだから上からの映像って感じだからカメラからの映像ってよりは。ああ。これカメラ見られてるツールが見られてるのもありますけどベントでショートカットした時に通ってなかったですよって見られてない話もカメラで証明できるから強いですよね。確かに俺もついクロムやりたすぎてやった後にあやべし勝ってると思ってカフェテリアの扉に泣くんだと思ってアブレージさん来たからうわ絶対こいつ見とったやつやと思っていやホラゲでしたね完全にだって、そっけで、一発してる瞬間にめっちゃ息荒いと思ったよ。そういうことだったのか。見ちゃった。そうです。諦めた、さすがに。ドラマみたいだね。